お招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしてくれるのはこの方、日笠陽子さんです。よいしょ。機材トラブルだって。何の顔やねん。何の顔やねん。そうなんすよ、日笠さん。実はね、はい、私がやったんだよ。日笠さん、損害賠償ものですよ、じゃあ。マジっすか。何やった。いや、あれが飼ってるネズミをいっぱい話して、ケーブルをカリ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 かじらして。なんすか、なんすか、日笠さん。いや、あれがあれで、あれをこうして、こうよ。ごめんごめん、最後、ね、こうでなんとかなんの。ねって言われちゃう。そうなの。いや、だからごめん、うん、ごめんね、真っ暗になっちゃったでしょ。いや、もう本当にこれも全部日笠さんのせいだったということで。そうなの、そうなの、ごめんごめん、優しが来たからやっちゃったわ。見る、これあれだ、あれ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 、デーベロ。あー、すげー、すごい、テヘベロってこんなもまとめる力あんねや。そうなんです、テヘベロで、あの機材トラブルもなんとかなる。そうか、さすが海の親、ね、さだって日笠さんが来てて、これまさにテヘベロってやるタイミングやのに、うん、そんなことすっかり頭から抜けてました。うーん、当時ほどは流行ってないだろ。いや、もう、ね、知ってるけど。いや、もう裏でスタッフさんがこんなことないよ、こんなことない、初めてです、こんなことないんです、本当は初めてなんだよって言ってて、初めてやろうが何やろうが怒っとるトラブルやってるからな。知るかボケやな。ごめんな。ということで、お待たせしました、日笠陽子です。よろしくお願いします。お客さんがいる。そう、お客さんがいるの。前に来てくれた時はね、あのスタジオでお客さん観覧の形じゃなかったんです。そうですね、2年半ぶりですからね。そうなの、2年半、はい、めっちゃ来てへんで。ハイスクール DD の時やもん。いや、そんななるか。そんななりますよ、2年半になったら日笠さんも28歳になっちゃう。日笠さん、ちょっとやだ、年齢はちょっ と、いや、もう言わないようにしてるんだから。やめてよ。一個も数字は一つも言うてるんだから、うん、あー、そう、日笠さん、そう、大人になりましたよ、だいぶ大人の。でも私覚えてます、メインさんの服が、うん、なんかちょっと変で、うん、なんかすごい触った、立体的だったね。そう、立体的でこうやってすごい触った記憶があります。二人目触んないよって何か覚えてる、覚えてる。そうそうそう、こういう感じでこういう覚えがあります、ね、今日はもう絶対触らないでくださいね。素肌だもんね。触んない触んない。わおうわお前ちょっと、あれ岡田さんみたいな感じになってきたの。テヘペロうわおみたいになってきたの。で、わお、私たち今タダでさえ押してるから、これ私番組で来てるから。ごめん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 。じゃあ早速ですね、プロフィールを見てみましょうかね、はい、できるのかな。できる、プロフィールを見てみましょう。どうぞ。どーん、さあ皆さんお気づきでしょうか。あの、ね、基本的に今ね、ワンカメでやってるんですよ。機材トラブルだからね、何が何がどれなってる。で、出てる。こっち、こっち見ればいいの。服飾、趣味が服飾ってのに。趣味が、うわ、趣味が服飾ってのに。ちょ服着るってこと。違うわ。こういうことよ、服飾って。こういうこと。ああ、そういうなんかアクセサリーみたいなやつとか。なんで服飾って書いてあるんですかね。私もちょっとあんまよくわかんないの。ただこれはあれですよ、君のところの事務所のプロフィールからそのまま抜いてきて。アイムから勝手に取らないでくださいよ。勝手にって何やねん。なんで勝手に取ってんだろう。勝手にって何。びっくりしたよ。アイムのプロフィールってよそで紹介したらあかんの。いけない、いけない。あかんの。マジで。いけないいけないいけない、そういうのそういうのしちゃいけない、そういうのしちゃいけない。びっくりする。天才みたいに言うなよ。別に勝手に使ってるわけちゃうやろ。では勝手に使ってええやろ、プロフィールやろ。あと誕生日7月16日ですから、あ、はい、あのカラフィナさんのアルバムの出る日。あら、これは皆さんベストブルーベストレッドをね、あのどうぞよろしくお願いいたします。合ってた、よかった。日笠陽子さんでした。まだいるよ。危ない危ない、いるんですね。そうです。さあ、日笠さん、なんか今回情報を持ってきてくれた作品を改めて教えてください。はい、今回は、うん、信長ザフールの情報を持ってきましたよ。やったー、今来たばっかり。さあ、そうなの。はい、教えてください、これはどういう作品なんでしょうか。これ私だよ。
俺が言う。え、嘘でしょ。え、俺が言うの。本当？顔がんかくしやきゅうの。今年じゃ頑張って一緒にやろう。今年一緒に頑張りましょうね。いきますよ、せーの。今年の1月に川森庄司監督、遠山奈緒さんが番組に登場して、テレビアニメ信長ザフールの紹介をしてくれましたね。そうか、これは確かに俺らが言うわ。でしょ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 、はい、じゃあこの後お願いするわ。でもここに括弧わしなきさんからって書いてあるから。でも俺がすんのもか。信長ザフールは川森総監督による2次元と3次元を融合させた新しいエンターテイメントの創造を目指すプロジェクトでございます。テレビアニメ版、舞台版がありましてですね、その舞台版の信長フールはですね、単純な声優さんによる朗読劇でないところが一番の注目ポイント。そうなんですよ。CG 映像やですね、人気イラストレーターの和木ヨネさんによる、イラストをスクリーンに投影しながら、ステージ上に実際に登場する俳優が、声優のセリフに合わせて動作を行うという新感覚ライブエンターテインメントショーということですね。間違いないですね。間違いありません。なんせ台本に書いてありますからね。そうですわ。さあ、ここから問題。はい、見どころはと書いてあるところにはですね、まあ、特には回答はないんですけれども、台本に書いてあるやつをそのまま読むのはなしなんですけど、ですね、はい、あ、でもあの今回、うん、あの初めて前回のアクト2に私あの出させていただいたんですけど、うん、まあ、やってみて、うん、まあでもやっぱ舞台でもないし朗読劇でもないし、うん、なんかでもアフレコでもないしっていう、なんかすごい不思議な感覚の舞台でした。へー。信長ザフールは実際アニメを今現在放送中なんですけれども、まあそれと同時進行で、はい、舞台の方もやっていて、またちょっと別の結末になってたりするんですけど、なのでなんか同時でなんか一粒で二度おいしいみたいな、ちょっと指どうなりました、一粒で二度おいしい。一粒で二度おいしいですか。ちょっと朝顔のタレみたいになってますけど、となると2が2で4でもう4倍おいしいみたいな。ちょっともうよくわかんないけど。そうですね、わかんない。部長わかんないです僕。部長わかる。結構前からわかんないです。知らん国の辞書を読んでるみたいな、ね、感じですけども、日笠さんが演じているキャラクターはどんなキャラクターなんでしょうか。はい、私が演じているのはジャンヌ・カグヤ・ダルクという、まあ、あの歴史上でジャンヌ・ダルクをモチーフにしたキャラクターなんですけど、信長ザ・フールっていうことで信長、うん、まあ、日本ですよね、うん、戦国時代の信長、織田信長をモチーフにしたキャラクターと、うん、まあ、ジャンヌってどういうこっちゃという感じなんですけど、はい、そうですね、まあ、西の国と西の星と東の星があって、うん、まあ、そこでジャンヌが典型を受けて、はい、まあ、破壊王と、うん、あと救世王がいるぞっていう典型を受けて、まあ、信長のもとに出会い、はい、信長のもとに行って、はい、まあ、彼らに出会い、うん、で、まあ、ちょっとこう、まあ、一悶着あって、一悶着あるものの、二悶着もあって、はい、まあ、三悶着ぐらいあって、まあ、成長していくと。なるほど、うん、みんな成長していく。合ってるかな。知らないよ。でもすごい、そんなにぐわっとした説明で合ってなかったらどうすんねん。結構結構大なんか大掛かりに言うたね。グローバルな言い方したね。ワールドワイド。いやでも本当にあのジャンヌってすごいよ。本当に典型を受けるっていうなんか特殊な能力を持っているようで、うん、本当に普通の女の子で、うん、すごいもう悩みまくりなんですよ。本当に、あ、もう信長のこと信じてみようって思ったら、うん、あ、でもやっぱりダメだ。やっぱりでも信じてみよう、やっぱダメだってこうやってすぐ、そうかそうか、それだけ表現されるとアホみたいですけど、まあまあでもこう、まあ、こんだけじゃないですよ。でも本当でもそのぐらい悩み大きい、もう本当に少女って感じですね。本当に一番信長ザ・フールの中で一番普通の、ある意味で普通のキャラクターだと思いますよ。心情みたいなものはまともな、すごく普通の女の子的な感じということでございますが、さあ今回ですね、舞台の PV を特別にオンエアできることになったんですが、さあ皆さんご存知ですよ、これあのまあお気づきでいらっしゃると思いますけども、普通のカメラでモニターを映してるんです。いろいろトラブルがあった結果、だから超不思議な感じになると思いますけども、一応やってみましょうかね。一応やってみます。じゃあ、俺らが VTR 回転ってやったらそのカメラがそのままパンするの。パンして横のモニターを映すんで OK、 分かりました。いきますよ、 VTR 回転。
界の断りは馬鹿げてる。おお、すげえ。この世の中はみんなつまらん。あれ、マコちゃん。正義とは誠の心。ごめんや。自らが正義となってみせる。わかっこいい。武士は自分たちのことしか考えてねえ。俺にそんな勝手、絶対に許さねえかんな。そんな。この下克上たる戦乱の世。好きになる。兄上。かわいい。兄上はどう生きます。本当にアクションとは結構激しいんだね。イジオラ、いつかこの不条理に満ちた世界ぶっ壊してやろうと思ってる。光秀様、まずは織田家一姫の婿に入られますよ。分かった。お家復興のためなら何だってする。ねえ、黙ってたのかよ！雑だと思ってたのに。百姓だからってバカにしてたんだろ！違う！明智人間、参上！兄上は何でも持っていますし。だから、持たない者の気持ちがお分かりではないのです。それは父、お前を許さねえ。この手で、この泥まみれの手でお前をぶっ殺してやる。カゴメをこんな目に遭わせたのはあいつか。俺、父欲しい。よっしゃ、とりあえず俺たちの初陣だ。行くぞ。ぜひもなす。これはかっこいい。これは超かっこいい。すごいっしょ。すごいです。すごいっしょ。でも君すごいの立場やから。そうなんです。君に聞いてええのか。大丈夫か。大丈夫です。俺らと同じ立場ちゃう。大丈夫。お任せください。なんかあれやね、俺もっとなんか全然普通になんか裏で当ててるだけやと思ってた。いや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 、うん、実はもう2次元と3次元の多次元プロジェクトってもうこういうところにあって、まあこの2次元での、うん、に声を当てる我々と、うん、まあ、3次元であるこう役者さんたちに、うん、にまあ声を当てるというか、それが一体となって多次元プロジェクト。そうなのね。はい、そうですね。そう、めっちゃ緊張すんな。じゃあ、そうなんです、うん。まあ、1回目私出てなかったんで、うん、すげえなーみたいな感じですね。あっちは ね、 あの2回目のやつ出てる。そうそう、2回目は出てたんですよ、うん、ギリギリ出てたんですよ、うん、ギリギリ出たってどういうこと。なんとかなんとか食らいついたやつ出てたんだけど。そうでももうあの次で最終回になりますから。そうか、はい、すごいね。こちらですね、なんと川森監督からですねコメントをいただいておりまして。本当ですか。はい、舞台はダイレクトに感情が伝わるので、うん、アニメでは描ききれないキャラクターたちの内面の葛藤に大きくクローズアップしていて、途中参加の方でも楽しめるように作られておりますとのことなので、ぜひ皆様ですね会場へ、足をお運びいただければと思います。ぜひぜひでございます。はい、すげえかっこいいでしょ。もうすごいかっこいいです。なんか私もやっぱ初めての感覚だったんですよね、うん、なんか普段はこう画面にこうやって、うん、裏方の仕事じゃないですか。 そうだね、それがこう表に出て、そうだね、なんか動いてる役者さんに当てるみたいな感覚ですからね。正直同業者でも芝居してるこの顔ってあんまり見ないでしょ。見ない画面向きながらやってるわけだから。見ない、うん、この顔を皆さんにこう見しながら芝居するわけでしょ。そう、それちょっと恥ずかしいですよね。恥ずかしいですよね。緊張するよね。そうなの。でもやっぱでもそれがタップダンサーみたいにしてるの。タップダンサーへい、ちょっといいから、そういうのいいから乗っちゃうから乗っちゃうからさ。なんかタップもできるんですか。そうなんですよ。こうやって怪我する。やめやめやめ、ごめん。そうなんですよ。そうや。
まあ、何言うてもやるやつやったでもそれぐらい、はい、あの舞台上でもアドリブがすごくて、えあれでアドリブあんの、あれであろうアドリブ入れちゃうあれであれであろうぶって何あれであろうぶってか分からないけど、アドリブを、え誰のアドリブ、いやもう宮野さんとかがアドリブをホゲホゲホゲって入れるじゃないですか、うんうんうん、そうすると、うん、役者がライブアクトの役者さんの加藤さんがホゲホゲホゲって本当に動いてくれる、え嘘、何よ、だからもう最低やなあいつ、そう最低ちょっとホゲホゲホゲは言ってない、本当はやってないんですよ、やってないんですよ、今私のアドリブですよ今のは、だってなんかこっちが、ね、お腹すいたなみたいなこと言うたら、でもいやこうやってくれる、お腹すいたなって芝居したらあかんわけやろ、やってくれる、でもちゃんとやってくれます、だから昼夜で2回公演だったんですけど全然ない、大筋は一緒なんですけどやっぱ中が、うん、中身のちょっとした部分が違ったりとかしてますよ、ヒカさんもアドリブとか入れたりしてんの、ヒカさんはアドリブは入れてた、おどんな、父的な意味で、え父的、父的な意味でアドリブ入れてた、うん、それはもう見に来てのお楽しみですよね、ね、そうですね、おっぱい普通に逃げた、そうですねまさにその通りだ、もうヒカさんの言う通りです、そうですさあ、ということでございまして、はい、そんなヒカさんまだまだお知らせしたい情報があるということで、はい、告知タイムをかけたゲームにチャレンジしていきましょう、はい、題しましてお題の言葉を使って燃えなセリフを作りましょう、今からお題となる言葉を発表しますので、ヒカスさんはですね、その言葉を使った燃えなセリフを考えてください。ユーザーの皆さんに燃えたかいまいちかをアンケート投票はできるのかな、アンケート投票できるということかな、アンケート投票できる、できる、ということでございます。燃えたか 50% を超えるとご不要の告知タイム、ゲットでございます、お題のセリフを発表するときはですね、座ったままでも、動きをつけてても OK でございますが、わかりました、はい、じゃあ準備の方よろしいでしょうか、これそうね、前もやりましたね、前やりました、前やってたね、だからもう不安ですどうしましょう、ユンさん。これ事前に、でも事前に。これ何やねんな。これ何よくわかんないです。それにします？これします。はい、いいですよ、指という言葉を使って、燃えなセリフを考えてください。指の、待って、指という言葉を使って燃えセリフを考えてください。さあよろしいでしょうか。準備ができましたら。オッケー。オッケーですね。じゃああちらのカメラにというか、まあ、あのカメラしかないですけども。3、2、1、どうぞ。あなたのハートをこう。ヒカサさん、ヒカサさん、お題がですね、お題がですね、指という言葉を使ってです。いいですか、ヒカサさん。指という言葉を使って、萌えなセリフを言ってくださいというお題なんですよ。おい、なんか業者から発注したもんと全然違うもん来たぞ。おい、なんやこれ。あ、そっか。あと、まあ、言葉じゃなかったとしても、あなたのハートをこうということは、倒してます。ですけどね、いや萌えですよ、萌え萌え、じゃあ1回アンケート投票してみる、してみる、時間の無駄やと思うけど、うん、大丈夫大丈夫、いや意外と空気読めない、じゃあ燃えたという方は1、燃えなかったという方は2でお願いします、まだ始まってないじゃん、投票スタートさあほら画面がギザギザ、2しかない、2しかないから、嘘でしょ、画面がギザギザ、100%下手したら、して下手したら100ゼロいきますよ、100ゼロって初じゃない、珍しいですね、さあ投票終了、さあ結果を見てみたいと思います、さあ結果、あーあーじゃねーよ、なんやねんあの銃さんお前アホちゃうか、その銃さん、あの銃さんが CD 買ってくれるそう、なんでもかんでもお前のやつをお前が使ってくれんや、あのジュウさん、そうか、あのジュウさん大事にしていきな、ごめんごめん、切り捨てるようなこと言うて番組にとっては邪魔やったけどお前にとっては必要やった、あさあキャットさん、ルールの方は分かりましたね、分かりました、練習は終わりましたよ、はい、言葉を使ってって書いてますから、はい、言葉は使ってくださいね、分かりました、ね、さあ、それを鑑みた上でどうしようかな、何しようかな、じゃあ何でもいいんでシリーズ、うんうん、何でもいいんで遊園地の乗り物の名前、いろいろありますよね、そうですね、でも遊園地といったらやっぱりデートいろいろありますかね、そう、なんかその、はい、名前使ってですね、はい、萌えなセリフを考えて、うん、いいですね、わかりました、はい、では3、2、1どうぞ、あなたのメリーゴーランドにあ終了
了ですか、はい、あ終了ですか、ごめんなさいごめんなさい、いや意外とちょっと終了が分かんなかったんで、終わりの時チーンってやってくれたら終わりましたよが分かるんですけども、ちょっと分かりづらかったんで、いやいやいや、はいはいはい、みんなが言って、うん、今客席の人たちが言ってくれるのかなと思ったけど、うん、1パーも返ってこなかったですね。そうですね、特にお前のファンではないみたいそう考えると偉いで、カラバヒナも終わって、マチコちゃんも終わって、あとヒカサシが出てこないのに残ってくれてると考えると、そうですよね、だから待ってるからファンなんかなと思ったらそうじゃないみたいな、そうですね、これ雨宿りかなもう一回やっとこうか、じゃあお願いします。あなたのメリーゴーランドに乗りたいな。さあ投票スタート。さあ投票スタートしてるはずだよ。これはさあ平田さん、僕どうする、軽いちょっと質問ですけども、はい、あなたのメリーゴーランドって何すか。いやいやいや、はい、まあだからご想像にお任せするけど、まあ、馬だよねあ、そうですか。あ、そうですか。馬を乗りこなすって言うじゃない。メインわかんないそうですね、メインちゃんに話しかけないでください。メインちゃんに話しかけないでください、ね、下ネタじゃねえよはい、投票終了。さあ、結果見てみましょう。どうぞいけるいける、あ、なるほど、もう購買数が一定ということが分かりましたね、これで、ね、君の購買数がガシッとここにある。ただ 1% 減りましたから。やばいやばい、購買者が 1% 減りました。さあ頑張ってこ、さああと1問ぐらいかな。じゃあ選んでええよ、選んでええよ、これならっていう、メインさん選んでいいですよ。いいんですか、メインさん。私芸風どれでも一緒なんで、どれ選ばれたって私やれることに同じなんで。そうなんです、自分で選んでも結局あれなんででもじゃあ私が一番萌えにきっとひかずさんもできるんじゃないかなっていうものを選んで、できるそれで萌えになるんじゃないかなっていう、やってきたよそんなんも、そういうのも一緒なんです。やってきてる、やってきてる、全然やってきてるよ。そうやで、うん、ではこちらで、はい、約束、約束、約束、もうキュンキュンしちゃう。萌えの言葉を、作ってくださいということでございます。いけるね、頼むよ。わかりましたな、うん、じゃあいきますよ、3、2、1、どうぞ。みんな信長ザフール見に来てくれるよね。約束だよ終了ですか、終了ですか、終了ですか。ひかささん、萌えなセリフですけど終了でいいですね。はい、ヤンデレってやつです。なるほど、じゃあ投げキスだけもらっていいですか、うん、うわ、はい、終了です。さあ投票スタート。ブワーってブワーって投げキス初めてですけども、これは言ったろ、上がってる、これは言った、これは言っただろう、さあお前2年半全く勝てんなお前2年半何してきた。一応年だけ取っておいた年だけ取っておいたですよ。そうか、うん、年だけ取っておいたですよ、うん、でも大丈夫、うん、大丈夫なはず。これは多分ね、またヤンデレ好きな人多いって聞いてる。私事務所どこや。事務所はアイムエンタープライズですよ。各あのすごい素晴らしい、うん、素敵な女性先輩が多いアイムエンタープライズ怖い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 。後輩も頑張ってるやん、後輩も売れてるやんけ。後輩な、何やってんねん。お前の背中見て育つねんぞ。そうだった、やべえやべえなー。そうやで、でも私下野さんの背中見て育ってきたから。そうか下野くんのせいだ。終了さあこれでいまいちが 80% 以上だったら、下野くんに謝ってもらいますからね助けて下野さん助けて。さあ残念、下野さん謝っていただきます。下野さんが、さあ、0秒です。0秒どうしよう、これすげえ怒られるやつ。いや知りません。大丈夫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 なことない、大丈夫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 です大丈夫です、はいはいはい、じゃあ、ひかさようこさんでした、はい、違うんです違うんですよ違うんですよ違うんですよ。あれちょっと本当に、あ、うん、いやじゃあ、うん、告知をさせていただきます。あ、待って、あかんって、ひかささん、
ニコ生公式。しかささ、あかんってば、あかんってば、ルールやって、ルール。ちょっと、どうしても、どうしてもしたい。いやちょっと、いや今、私自分のライブを思い出しました。自分のライブで頭がこうなってママ歌ってたの思い出したよ。やばいわ。まあでもまあまあしゃーないわ。みんなな、そうですよ、そうですよ、うん、ね、マモちゃんとか僕の大好きな人たちがね、いっぱい出てるから、ね、しゃーない。じゃあ言うて、ニコ生公式番組アニメロライブ、6月20日ゲスト情報解禁、これ初解禁情報です。6月20日放送回に舞台信長ザフールから川森総監督と杉田智和さんと遠山奈央さんがゲストとして登場することになりました。ニコ生アニメロライブタイムシフト予約を忘れなく、忘れなく。さあそしてですね、そして、信長ザフール最終章の舞台チケット発売中です。皆さんぜひ遊びに来てください、はい、お願いします、はい、なんか噂によるとジャンヌがすごい活躍するらしいんで、人伝えで人伝えでじゃあお前変わってんじゃん、大丈夫大丈夫大丈夫、人伝えで今聞いてるとしたら下ろされてんじゃん、大丈夫。まだ確かに台本はまだもらってないです、うん、そうかそうか他の人に渡ってなければ、ね、そうだね、はい、それも生き証人として皆さんが、はい、皆さんの目確かめてください。さあそして、はい、そしてここからは氷笠陽子の情報になります。どの面下げてあ、いいですいいです、じゃあいいですいいですいいです、じゃあお願いします。いいでしょう、はい、許しましょう、許しましょう。氷笠陽子、うん、ファーストオリジナルアルバムが9月3日に発売になっちゃいます。すごい、もう 18% の方々に支えられて、はい、そうだね、はい、なのでぜひ皆さん聴いてください、めっちゃいいのになってます、はいはい、であとそれをライブ、あのアルバムを引っ提げてライブも決まっておりますので、うんうんうん、よかったら、はい、みんな来てね。そうですね、皆さん本当に近くになったらまた告知で来てください。それで、いやです、いやそういうのは大丈夫です。何それ、わかんないお前とりあえず言うてみて、受けへんかったらもうパニックってやめてくれなあ、いや受けなかったらパニックになりますね。自分のボケの救済措置自分で作ってくれ、ちゃんと。もう鷲崎さんがいるとなんとかしてくれるって思っちゃうから、いけないいけない。氷笠さんでした。終わり終わりや言うで。じゃあ皆さん、信長ザフール本当よろしくお願いします。お願いします。本当よろしくお願いします。ということで、ごめんなさいね、お待たせして申し訳ございませんでしたが、はい、本日のゲスト氷笠陽子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。出てけ言ってたから、もうちょっといいじゃん、あかんよね、出てけ出てけありがとうございましたはい、以上特別聴局からの報告でした。